私な、今の工場嫌やねん。ダサいやろ、毎日代わり映えもせえへんし。だから必死にお金貯めて淡路島から出ていこうと思ってんねん。1、2、3、4、5、6、手足の運動。あかんで、若いのにそんなん言うてたらこいつな、俺が誘わんかったら何もすることないやつやねんな。そうっすな、そんなやつやねんて。お金ですか。じゃあチェンは無理ですね。なあ、あ、お金欲しい。社長がですね、ああ、お金貯め込んでるんです。いくら？2000万です。とりあえず俺もう一切かかんや。あいつらから話聞いた時から裏切るんちゃうから戻って。最悪やないですか。宮崎さんどうすんすか。私は今めちゃくちゃ幸せやわ。はい、いっぱいありますよ。とてもとてもなくならないですもん。今日中に全部返さな、警察行く言うたってね。返せるはずないやろ、あんたかって借金だらけのくせに。ここ出たいな。